エルフはカナダのウンタリオ州南西部の都市である。人口114,943万人。ザロイ・アルシティとして知られ、キッチナー・ウォータールーの2 8キロメートル東方、ダウンタウントロントの1 0 0キロメートル西方の高速6号線と7号線が交差する地点に位置する。ベリーントン軍の一部であるが、独立した自治体として、軍の行政管轄外である。 軍全体としては20万425の人口を有する。犯罪率の低さ、きれいな環境、比較的生活水準が高いことから、ゲルフはカナダで最も住みやすい都市の一つに挙げられる。例えばマニーセンス市の2007年のランクでは、ゲルフは国内で4番目である。市内には総合大学であるゲルフ大学があるほか、カナダ第三のビール会社である。 スリーマン社の本社がある。欧州からの植民以前は、この地域は先住民の間で部族間の中立地帯と考えられていた。この地域を流れるスピード川の近辺で交易のために様々な部族が集まったとされる。19世紀前半にイギリスの民間の開発企業であるカナダ会社がこの地に本社を設置した。その際に欧州の都市を模して、 都市開発を実施し、今日でもその構造は残っている。1827年に町開きが行われ、当時のイギリス王家ハノーバーサを記念しその先祖であるベルフ家にちなんで名付けられた。そのことでこの町は、ザ・ロイヤル・シティというニックネームを持つ。高速道路により、トロント、ロンドン、キッチナー、ハミルトン等と結ばれている。コミュニティハイライツ・ォーゲルフ。 2006センサスオブカナダスタティスティックスカナダ2008年12月16日閲覧カナダエスベストプレイセズ2ライブ カナディ,ィイアンビジネスオンライン、http コロンスラッシュスラッシュ www.canadianbusines.com ranks スッ e トップスラッシュビストップジ9 2007プ、 イコールプロフィール&、ディスタイプ、イコールシティ&、プタイプ、イコールシティ2008年3月18日へ閲覧。ありがとうございます。